毎度本田圭太撮影事務所の本田圭太です。今日は2024年の2月14日水曜日です。昨日はですね、私は、表彰登録の、相談会を、に参加してまいりましたというところで、こちらの、表彰登録の今日はお話ししようかなと思います。まあね、何のちょっと表彰登録、しようかなといったところなんですが、こちらですね、私がちょっとメインでやっている撮影サービス、こちら愛車プロモのですね、表彰登録、について、ちょっと相談会に参加してまいりました。ということで、まあね、こういった、まあ、表彰登録することで、まあ、どんなこと、メリットがあるのか、まあ、あと、まあ、どんな費用がかかるのかっていったところをちょっと相談ね、させていただきました。まずね、このメリットなんですが、まあ、この愛車プロモ、こちらの名称を使った、まあ、撮影サービス、こちらに関して、まあ、なんだろうな、ブロックじゃないですけども、まあ、同じことができなくなるっていうような、それではメリットがあります。ということでね、結構ね、そう、車撮影されてる業者の方、まあ、肌感覚で少し増えてきたかなっていうのが思ったので、まあ、そろそろ表彰登録の方をしたいなと思ったんですね。まあ、ね、この愛車プロも、まあ、名前を聞いただけでなんとなくわかるというか、まあ、車、バイク関係の撮影をしていて、まあ、プロモーション系の、そう、撮影ができるみたいな、まあ、結構キャッチーな、ね、名前でとても気に入っているんですが、まあね、これがちょっと使えなくなるってなると、ちょっと問題が私的にはあるなと思ったので、まあ、早めに動きたいなと思ったので、相談させていただきました。で、まあ、必要はね、まあ、ちょっと費用的なところは、まあ、まあ、皆さんね、調べていただければいいかなと思うんですが、で、まあ、願書出してから前は1年ぐらいかかってたらしいんですが、今はね、半年ぐらいで、審査の方が通るということなので、まあね、ちょっと早めにちょっと動きたいなといったところです。で、まあね、この表彰登録の、ちょっと相談会に参加してきたんですが、まあ、愛車プロも、こちらもね、まあ、注目して、まあ、いろいろ聞いてたんですが、こちらですね、私のこのロゴ、ケイタというロゴですね。で、本田ケイタ撮影事務所と、まあ、ちょっと2パターンあるんですが、ちょっとフォト&ムービーというパターンと、まあね、こういった輝く一瞬、輝く思い出というね、私のこと、こちらのスローガン的なところを入れてる、ロゴがあるんですが、こちらのですね、ケイタというですね、ロゴを使って、撮影事業、こちらもね、されてる方、このね、全く同じロゴではないんですが、こういったね、写真関係のもので、すでにですね、表彰登録されてる方が、いらっしゃるみたいな感じなので、ちょっとこちらもね、ちょっと私の方でも、とても気に入ってるロゴなので、ちょっと使いたい、使い続けたいと思ってるんで、こちらの方ね、ちょっと、もしかすると、表彰登録、こちらの方もするかもしれないですっていうところで、ちょっとね、なので、口というか、申し込み口が、愛車プロモだけかなと思ってたんですが、ただ、こちらのケイタも、する予定、するかもというか、する予定ですということで、2つね、ちょっと表彰登録、ちょっと頑張ってね、ちょっと、願書の方出してみたいなと思います。そこの相談会なんですが、まあ、商工会議所の方でですね、まあ、足利の、商工会議所で、行われている、相談会になってまして、2ヶ月に、ね、1回ペースで、来ていただいてまして、そちらの方に、ね、参加してっていう感じですね。まあ、事前登録になっているので、事前に、予約を取って、行くような感じですね。まあ、ぜひね、この表彰登録、皆さんご興味あられる方いらっしゃったら、まあ、こういった相談会に受けてみるの、非常に有効的なんじゃないかなと思いますし、まあ、各地域で、ね、いろいろやられてると思うので、ね、まあ、足利市の場合だと、商工会議所 ですね、2ヶ月に1回されているので、よかったら、僕もね、そう、分からないことだらけなので、よかったら、一緒にじゃないですが、なんかね、よかったら、表彰登録しませんかというところです。はい、はい、そして今日の、足利市の天気ですね、晴れのち曇り、最高気温が19度、最低気温が0度となっております。非常にね、なんか暖かくなって、なんか春みたいな感じですね。そして今日はバレンタインデーですね、というところで、今日はですね、私は、料理撮影の担当をさせていただきます。午後に、3件ほどですかね、3店舗ほど、料理撮影の、担当させていただきます。ぜひね、よろしくお願いいたします。ということで、皆さん、良いフォトライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。ほなねー。